WPP グループは、イギリスのロンドンに、本拠地を置く、世界最大の広告代理店グループ。世界最古の広告代理店とされている J.、J.Walter Tompson, NY を拠点とする英国の代理店をぐるび、グレーグループ、グループ M、ヤングルビカム、カウンターグループなどを参加に置く。JWT は2019年2月、ヤングルビカムグループ参加のワンダーマンと、経営統合し、 ワンダーマントンプソンとなった。税務上の理由から、登記上はアイルランドのダブリンに本社を置いている。世界最大の広告代理店、107カ国に進出。グループ全体で2400のオフィス、16万2000人の従業員を要する。2016年現在、日本最大の広告代理店グループである、電通グループの約3倍の規模を持つ。 1971年に、ワイヤープラスチック社設立、ワイヤー製買い物カゴの製造を始めた。WPP の名称は、当時の社名の略称から来ている。1985年、広告代理店サーチサーチの財務担当者だった、マーティン・ソレルは、国際マーケティング企業を構築するため67万6千ドルで、同社の30%の経営権を取得。 1987年にソレルが最高責任者に就任、社名を WPP に改めた。その頃から M&A を積極的に進め、WPP は1987年に JWT やヒルノールトン、MRP グループを参加に持つ J ウォルター・トンプソングループを5億6600万ドルで買収。1988年にナスダックに上場。 翌1989年には、オグルビアンド、メーザーワールドワイドを買収した。1998年には、日本の大手広告代理店のアサツ系リケ資本、業務提携した。2000年には、最初のカラーテレビ CM を作ったことで有名で、1975年に、全米1位となった老舗広告代理店ヤングルビカムを買収した。 広告代理店の J. ウォルター・トンプソン、オグルビアンドメーザー・ワールドワイド、グレーグループ、ヤングルビカム、および PR 会社のヒルノールトン、オグルビパブリックリレーションズ、バーソン・コーンウルフ、企業ブランディングデザインのランドオアソシエーツ、マーケティングリサーチのカンターグループ、またメディアプランニング会社、マインドシェール、ミディウコム等の持ち株会社である、グラプムを参加に持つ。 広告関連以外の事業では、台所用品の製造を行うデルフィンウェア、ドメスティックワイヤーウェア社を子会社に持つ。1986年に、ノーサンプトンに本社を置きティーポットなどの製造を行うピキトウェア社を参加に収めたが、翌1987年に火災により、工場を消失。スタッフ,フォード社に移転して、生産を再開した。2004年に工場を閉鎖。 事業を売却した。日本におけるヤングルビカムは電通グループとの合弁会社、電通ヤングルビカムとして展開している。なお、同社における WPP の株式保有率は49%。1998年にアサツーディケート、資本、業務提携。長らく WPP が株式の約24%を所有、筆頭株主となっていたが、 2017年12月に資本業務提携を解消。2002年にプラップジャパンと資本業務提携。関連会社を通じて20.3%の株式を所有する。ありがとうございます。